後半はえ今日はスペシャルバージョンということで注目の金融商品を紹介していただきたいと思います。じゃあ丸先生よろしくお願いいたします。はい、ま,すまずね、はい、あのドルがどうなるかね。はい、ね、でうん、さっきも言いましたあのコモディティはどうなるか。原油高とか,か金高かね。で,ね、うんうん、ねでやっぱり株もそうだしね。はい、やっぱりもう全部。 別でありつながりがあったりね、同時安になるのか逆行するのかね、これ見極めなくちゃいけないと思うのでね。で今典型的なのがね、あのドル対ユーロね。ドル対ユーロ。これちょっとあの前半はあの時間足で話したけども、あのドルの日足からちょっと解説したいと思うのねちょっと見てもらったらお願いします。黄色線引いてますけどね。あの上の凸凹あるんだけども、あの1月の4日の高値ね。 2月16日、高で通常、これダブルトップというんだけど下がるかなと思って結局下がらないで下の黄色のライン上昇トレンド継続中なんですよ。今週、雇用統計もあります。金曜日ですかね3月の17日に FOMC ねこれもう鉄板で0.5%だろうと。 金利が今年7回だろうねねはい回数も行ってた多くてはいでもまあ今回のウクライナの件でえいや利上げはするけど0.25に収まんじゃないかなあなる近い目にねはいじゃああのそれそれまでは大事なのね感じで16日17日までにはい。 収まってるのかかどううねねそですよ小康状態になってるかもしくは解決してるかもっと激化してるかによって違うと思うんですけどとりあえず0.25は上げてくると思うねそこはもうんか確定的なはいだからそれが要は要は支えになるからドルはそんなに下がらないですよで逆に有事のドル買いだからねはいはいそうですね一発解決でーンと「はいどうもすいませんでした」ってね あの手握って終わるんだったら逆にドル下がるかもしれないけど、うん、まだちょっとあの時間かかるでしょうからね、はい、だから、まあ、重心時に向けてはまあその買いトレンド継続中、はい、下髭とかあるかもしれませんけど、うん、まあドルはもうあの一番強いんじゃないですかね。一番強い次に、ねはい、あの新興国のランド、はい、今日は 今日は、ねえーとね、一回一瞬ポンと下がったんだけど、うん、これも綺麗な上昇トレンド継続手でしょはい、そうですね。うん、そう右上がりでただこれね、はい、テクニカルつけてて下がね MACD、うん、ってやつねこれでいくとねちょうどね買いが終了して一回クロスしてるのは見えづらいけどね、はい、あの下のテクニカルねうん、うん、でこれが一応バッテンつけてますけど、はい、えっとね 7.35あたり今7.45とか47あたりだと思うんですけど7.35あたりを下抜いてくるとこの逆に上昇トレーニングが終了なんで注意してもらいたいこのレンジ内で行ってる間は買って大丈夫でしょうという状態なのね何だかといってもドルがダメだったら新興国というのもでも今ドルも強いしドルが強すぎるときはランド下がるんだけどその時下がった時に 買っとけばね。そうそうそう上がるんじゃないかなというね。ちょっとリスクはでかいけどね。合計もでかいから。そうですよね。はい。あと問題ユーロね。はい。ユーロ。ユーロ。レンジっていうにはおかしいけど、えらい大きいんだけど。大きいですね。大きい大きいレンジっていうのもね。でもねこれもね、あの皆さんにおあの教えます。一二三四ってあるでしょ。はい。これは日足のマック D 見てください。見事に当たってんの。売り買い売り買い。はい。 このクロスを見てもららった企業秘密なんだけどこれ教えちゃいますけどはいでも今はもう売り継続中なんでねあのダメージは必ずあるのであのユーロ円あとユーロドルねあの代名詞みたいになってますけどこれも上がらない上がらない上がらない買うのは止めますよねちょっとあのほんと127円半ばぐらいまでいくかなってユーロ円でね見てますのでだからやっぱりドル買い ユーロ売りでいいいいんじゃななかとう少なくとも今の状況が続くもしくはもっと3月の17日以降まではねぐらいまではね続くと思いますのでユーロは安易に買わない方がいい売りの方がいいですよということであとさっきねめったにあまり言わないけど金の方ねこれがね見てください7260円1日よすすごいでねさっき見てもらった時間足でしたね 200何歩上がって300円下がっって円下たの、うん、この上がり下がりのねで週明けもいっぱい弱いのね7,000、はい、うんうん、円くらい、うん、これはねもう最終的にこれ落ち着けば、うん、落ち着けばってまあもうほぼ今週ぐらい落ち着くと思うんですけどねどっちにしてもね、うん、もっと激化して広がっちゃうとまずいですよ死者が何千人出たとか。うん アメリカが絡んだとか NATO が撃ち合いする殺し合いするとかあるとは別ですけどある程度小康状態になるだろうということを考えた場合は金は今7000いくらなんですけどおそらくだからここ1か月か1か月半ぐらいの間いたい4500円下がるでしょう。ここから円と思います。だからドルは一応安定してるけど多少前後あるけどもこっていうふうな動きね。 あの戦争の時とかねこういう時ってなんかあの本当冷静さを持っておれば冷やしとかで見るとねそんなに難しくないですよ慌てて値段ばっかりバチバチ見ちゃうからやばいやばいやばいってなっちゃうからそれにちょっと皆さん同志家の皆さん注意してもらいたいねはいわかりましたで今週注目イベントねはいまあ上に ADP があります ADP は前回がえらいね悪かったんだけどあの 今回の予想はいいというね。はい、これはあまり当てになりません。はい、で問題は三月十七日のね、うん、あの FMC を見据えた最後の雇用統計、ねはい。雇用統計。これもねあの前回に比べると四十万人ですけど、うん、あの出勤率とかねいろんなことを考えた場合に、まああの前回分をもっと上乗せするとかねここ二回連続 前回分、上乗せしてるのね、よかったよかったって来てるから、ここへ来て、雇用者が激減ってことないんで、まあこの大体40万人でも、多少前後してもね、後押し材料になりますよ、それで FMC で利上げしましょうというふうな動きになるんで、ただ問題、一番下書いてるよね、そうですね、これだけはもう読めないからね、プーチンさんと知り合いでもないしね、これだけちょっと注意しなくちゃいけないので、これはちょっとご注意ください。 ありがとうございます、うんえー、ではもう今のね先生のお話から、うん、えちょっと先生の言っていただきましょう、はい、え今週のちょいル先生の一発予想はこちら、はいまあ、今週に限らずね有事ってなるとねあの米ドルは強いんですよ。はいね、でまあ115円台なので、うん、えどうかなっていう声もありますけど、はいあのー、やっぱり今後のことを考えるとね、まあ、今週でもだからあのー 結構上下あるかもしれませんけどもう為替買うんだったらドルしかないです今今の先生のお話からするとドル買いねあ金はもう先日の7260円は高値つけてるから天井井落ちました多少前後あるかもしれないけど本当にドル買い金売りでね4月5月まで持っとけば めちちゃくゃ儲かんじゃないかな個人的にはねそんな考えがありますのでこれからの方とかも参考にしてもらえればと思いますただね今ねスペシャルゲスト半分見えてますけどねスペシャルゲストそうですねちょっと半分なちゃっと半やっぱりじゃあ株はっていうのありますよねそうですねそこも聞きたいですね株はねだからね私もねある程度分かるけどやっぱり専門的なプロを呼んだ方がいいと思ってね大島さんちょっと呼びました。 いいいはい嬉しいですはい、はい、はおしもさんこんにちはいやもうなんかハードルすごく上げられちゃってね <laughs> あのもうちょっとやっぱり尊敬するちょいわら先生と同席するの半年ぶりなんですけどはい、ね、そうですよねやっ緊張しますね今日もうもうなんかもう冷や汗が出てきちゃってるんですけどららはいはい、はい まあでもズバリっちゃいましょうね<え>そうですねもうちょうど、えー、と6時今日の6時からですかね、うん、あのロシアとウクライナ停戦、はい、するかどうかっていうような協議をもうちょうど今やってる最中だとは思うんですけどもただあのここやっぱり数日というか1週間ぐらいはもう本当にこうウクライナ情勢でマーケットの方が翻弄されてますけど。うんうんはい ただ帳ル先生も先ほどね言ってましたけどやっぱりこのウクライナ情勢でどうしてもマーケット特に株の方も嫌気されてこう下がってるんですけどただよくあの株のジンクスではあの銃声を聞いたら株を買えみたいなね はい、そういったジンクスがあるんですよ。あの過去あの、はい、まあ、大きな戦争でも湾岸戦争です。とか、うん、アフガン戦争、イラク戦争あのありましたけど、その直後っていうのは大体まあ。特にニューヨークダウ。うんはい、これぐーっとやっぱ短期的には上がってるんですね。ですから、まあ僕はまあ、今回も本当にね。あの怒って欲しくない事態が起こってしまってはいるんですけれど、はい、あのー、まあ、えー、週の先週の週末ですか？ あの相当1回株の方もぐわーっと反発したんですけど今日は週明けからちょっとマーケットの方がもう1回ね修正の下げ出てますけどこういう,こう悪目といいますかね安い値段というのは僕はもう攻めどころ要は買い場じゃないかなというふうに思ってるんでまあいつも蝶る先生にはねまあズバッと言えよとあの、はい、言われてるでだからあれで態で、うん 次回にねつながるとかね、はい、うん、うん、もっと上の人が話し合うとかね、はいうん、なるとねあの株も上がるし、うん、ねその後にドルもね上が、ね、るでしょうし、はい、そうなればいいけどもね、ただまあほらプーチンさんが、はい、核がどうのこうのとかね、そうですよねまだどういうふうになっていくかがね見えないところがね、えー、そのスイフトでもう逆にもう。 これやれば、うん、あのロシアはイるだろうって言ってたうん、うん、切り札を出しちゃって、うん、それでねだからもうその影響というのはかなりあるかどうかね一晩あけたらどうなるか分からないけどもねまあ本当に戦争というのはびっくりするからね収まってほしいですね,、うん、ねだあのスイフト t っていう切り札を切られたことによってまたプーチンさんがそれに対するこう、はい、なんていうんですか報復とか仕返しというか、うん、うそういうやり合いになっちゃう。 とは本当に嫌ですけどねただまあどううでしょうね、まあ、ウクライナの方もかなり防戦あのロシアのこう予想をはるかに上回る展開みたいですけど、はいうん、ただまあここは本当にちょっと正直申し上げてあのどちらにこう転ぶかわからないかなりこうリスクが高いんで、はい、やはりある程度方角が見えてからのこう勝負の方がいいのかなっていうふうには僕は思いますけどね。うんうん まあでも個人的にはね、ダウンもね、イオンもね、あの例えば明日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 かさて、バコーンと安いとかったら買いだと思いますよ。お、はい、買いだと思いますよ。はい、僕も同感です。あら、バコーンと安いところは乗っかっちゃった。いやいや、確信を持って。先生おっしゃる前、僕もだからこうなんていうんですか、悪白目。 うん、ボーンと突っ込んだところはやっぱり買いじゃないかなと。あのーうん、僕が持ってきたちょっと、えー、ニューヨークダウンの。ああチャート。 これはの先週、ボコーンとあの長い下髭これ、マック・ディ先生と同じ、ちょっと偶然になっちゃったんですけど、持ってきましたけど、下髭のところではね、やはりマック・ディも買いのシグナルが出てるんですよ。で、今までのこうテクニカルのパターンとして、あれだけ急激な下髭が出て、ほんで、翌日に逆に、こう、長大あの出てるということは、もう買いのこうシグナルっていうふうにはっきりと出てるんじゃないかと思うんで、僕はもう、個人的にはうんうん、 このテクニカルから見てもですね。あのまあ、今週あたりの悪い場面、うん、安い場面はやはり買いなのかな？という風うに個人的には思ってますね。はい。はい、いま、逆張りになるけどね。うん、でもあんだけ下ヒゲがボーンときた時っていうのはだいたい戻るんですよ。貝、うん、っていうよりも戻る戻る可能性あるね。 今週もう一波二波ねあるかもしれないけども基本的には勇気を持って全部いっちゃダメですよ全部いっちゃ投資額の何割か買っといて当たったら追撃ねこれ鉄則なんでね為替もそうそうですよね多分今回今週は儲かるでしょ冷静にやってればねだから本当にニュースのウクライナの行方を見ながら観察してもらえればと思いますのでね 先生がおっしゃったように資金配分をきっちりとして分けていただきながら安いところ安いところで買いのポジションを持っていただすだからはっきり言って株のお客さんも金とか為替のお客さんも来たって言ってバーンと言ってドボンってロスカットとかお客さんいらっしゃるので本当に注意してもらって何が起こるか分からないという今の時期ね今週来週は。 冷静にやってもらえればただ注意深く見て、えー、こう重がったところを買うっていうタイミングをちゃんと見れば、うん、結構だある程度勇気あるけどね役倍、はい、になるけどね怖い人は逆にやらなきゃいいし、はいね、勇気のある人はちょっとだけやってみてね。 で、当たったら追次するというね、使い方でいいと思いますので。はい。頑張ってください。今週も面白いと思いますからね。そうですよね。情勢もどうなるか。はい。はい、ええ、今日は長谷先生、そして大島さん、え二人にお越しいただきました。あ、はい、最後はご案内ですね。そうですね。はい。あの、やはりこれだけね、あの、大きく動いてるマーケットですので。あの、うちの岡谷商事でも、クリック株三六五。これは、あの、非常に今人気が集まってる。 あの銘柄なんで、はい、ぜひあのご興味のある方はですねえー。0120284290の方まで、えー、お問い合わせいただければと思います。どしどしお待ち申し上げております。 はい、あのお返し商事ではクリック株のコース、えー、スタンダード、サポート、セルフと、えー、選べる3つのコースをご用意しておりますので、あの本当にご,ご興味のある方、今のこれだけ株の方も大きく動いてますのでね、うん、それだけ大きなチャンスがこう来てると。 いうことでご興味のある方はゼロ一二ゼロ二八四二九ゼロマーケティング防島の方までお問い合わせいただければと思います。お待ち申し上げております。はい、大島さんどうもありがとうございました。あとは為替ね、為替のこっちはまた。あ、はい、為替。これも今為替も面白いですよ。ドルもね。そうですよね。うん、これからね、ぜひねどうかなって負けてる人も儲かってる人もねあの来てもらえればと思います。これ平日毎日やってますからね。引き続き。はい。 株と為替をね、両方に切りにしたいと、時間はね、都合できますから、ね。お問い合わせくださいはい、ありがとうございますでは今日ですね、スペシャルバージョンということで、ちょいわる先生と大島さんに来ていただきましたえどうもありがとうございましたまたよろしくお願いしますまた来週、どうもありがとうございました